行きたいところをタイ。タイなの？タイで行きたい。台湾行ったことあるけど、いいところ。一番行きたい。海外は今度の。韓国ファミリーだから許さないでって。タイと足乗せさせて。タイとアメリカ行きたい。おもろい。みんななんで面白いの？自由って言われてるよ。めっちゃ普通だよ。タイってめっちゃいいよくない？なんかさ TikTok で出てくるんだよね。うーん、めっちゃいい。みえ魔女の宅急便のモデルになった街行きたい。じゃあ台湾、あ違うわ、台湾はあれだ。フランスも行きたい。じゃあなんだっけ千尋じゃなくて千と千尋。あ、そう、千と千尋のあれがあるよ。フランス。タイのマッサージ激安なんだって。疲れた人はいい。毎日行きたい。そしたらマッサージ行きたいな。でも千と千尋の神隠しのマッサージ行けない人なんだよ。笑っちゃうの。私痛すぎてよく整体で笑ってるよ。高校の時先生にさ、部活の先生がさ足やってくれてたんだけど、陸上部だったから、うん、めっちゃ笑ってて見るだけもうやってもらえなくなっちゃった。暴れるから。やば、私痛すぎて毎回笑ってる。そこ痛いよねとか言われながら、めっちゃ痛いですって笑ってる。ずっとマッサージしたら寝るんだけど全然寝れない。痛くて、おもろ、なんか疲れた時に行くから疲れて寝ちゃう。でも肩はね笑わないから、肩だけのマッサージ。あ、ヘッドスパ行きたい。見方ですね、基本。でも頭にさシャワー当てるとさ、うん、なんかもちょこい部分あるよね。もちょこいって何？何もちょこいって。もちょこいって何なんですか？くすぐったい部分ない？なんか。ない。あ、ここめっちゃくすぐったいわ。どういうこと？だから美容室でシャワー何？頭やってもらう時も笑っちゃいそうになる。普通に慢性的にそんなに美容しくない体が。日本と全然違う風景のところ行きたい。景色が。アメリカ、フランスとかじゃ。アメリカ行きたい。食べ物は日本がいい。あれ、何？カリフォルニアのディズニー行きたい。ああ、行ってみたいけど一日じゃ回れないらしいね。家の地元のね、カリフォルニアベイビー。2日でも回れないんじゃない？じゃあ3日。あれ美味しいよ。シスコライスがめっちゃ美味しい。何それ？ウインナー乗ってる。ねえ。美味しい。ミートソースもってる。カリフォルニア。チーク塗ってないよ。ちなみにでもさ、アメリカとか住んでたら太りそう。チーク塗ってないね。これただ暑いだけかも私。寒い国か暑い国どっちがいい？今日リップと寒い国か暑い国。寒い国しかしない。でも暑いのね、本当に嫌いなんだよね。でも夏か冬だったら冬が好きだけど、海外で暑いとかか寒いとかだったら。なんでこれでお酒飲んでんの？暑いところがいいかもしれない。海行きたい。どこが？でも焼けるか。どこがですか？なんか焼けても気にならない国に行きたい。いや、私ね、暑かったら脱ぐ枚数は決まってるけど、寒かったら着込めばいいだけ。真夏の、まあね、真夏にあの日焼けし気にしないで海を遊びたい。今年プール行きたいんだよね。行きたくない、ね、プールと海行きたい。プールはもう行かない。みゆ水泳も被らなくていいプール行ったことない。え、流れるプールとか行ったことない。やばい、それもやばい。本当にだから小学校以来行ったことない。市営プールとかしか行ったことない。市営プールもだって水泳も被んなきゃ入っちゃダメだ。確かに市営プールしかないってこと、うん、学校とか、うん、なんかみんなが焼けてて、だからみんなが焼けてるから自分が焼けてても気にならないところがいい。だからもうみんな焼けてほしい。ちゃんとした流れるプールに入ってみたい。流されてみたい。みんなで焼けよう。絶対に嫌だ。海に行きたいから。プールは行かないよ。もう小さくらよく海の行っても言わないしな。海の中にちょっと海泳いだところにさ、丸浮いてるやつがあるとこあるよね、海で。うん、ね、あるよね。なんか海のつながってるやつでしょ。そう、ちょっと泳いだら丸くて浮かぶやつがあるところ。ある、ね、丸い部位が浮かぶで、それなの？そうでしょ。 V? V ってそれ？わかんない。遊泳禁止のロープ、ね、もうちょっとでもう42分だよ。やだ、ショールームしたい。え、じゃあしててよ。やだ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 。オープニングできない。やだ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 。今からできるようになります。みんなとさ、一緒配信に移り込んで、みんなと一緒トークショーしよう。ゆうきさんありがとう。みんなと一緒語り合う。ありがとう。みんなとカラオケはしないよ。私するなんて言ってないもん。私は
ゆうが言っちゃった。私はショールームするよって言ったけど、だってさ、カラオケ配信するって言った、ね、ゆうねーねー。なんか私ショールームするよしか言ってない。なんで言ったじゃん。ねえねえ、遊泳禁止はあれだよね、さよならクロールとなんかもあったよね、うん、なんだっけ、あれじゃない、同期見ないっけ、なんだっけ、なんだっけ、なんかあったよね、なんかありますよね。あずちゃんと仲良くなれた、もう仲良しです、ね、私1回も言ってないのにカラオケ配信って聞いたのになってみんなに言われる。私ショールームしますだって。あ、本当だ、そうだ、リップグラスだ。え、どういうか、どこだっけ、やばい、今全部さよならクロールね、さよならクロールしか、どうなんだっけな、あずから聞いてます、言ってた、あずちゃん仲良くなったって、うん、でもあずちゃん、うん、下の名前で呼んでくれない、なんか一回呼んでくれたけどそっから呼んでくれなくなっちゃった。サビ前なんだっけ、シャリプの、私は言ってないよ、引用しただけだから。いとももちゃん、あ、みんな騙されている。海はもう遊泳禁止、うんとさ、あ、海はもう遊泳禁止、だから2番だ、あ、あ、2番か、2番のサビ前だ。泳いで遊んじゃダメってこと、わかんない、泳いで遊んじゃダメなんだ。コンビのトリックに引っかかったね。ヒサリップ難しくてさ、うん、難しい、ヒサリップもうミートチって全然やんないのかな、やらないでしょ、え、なんかいつの間にか前座デビュー終わってたわ。前座デビューじゃないよ、前座終わってた、7月以来やってないわ。いつからやってないかわかんない、どういうこと、知らぬ間に、あ、泳い、ん歌詞なんてさ急に言われたら思い出せないよね。メロディーが出てこなかったりする。そう、なんか歌詞があることは理解してても、難しい、なんか立ち耳になりたい、みゆ、ん、立ち耳の女の子、え、わかる、ゆきたみたいな耳になりたい、ゆきたの耳、立ち耳なのこれ、なんか耳が大きい人可愛くない、ここがさ、めっちゃ耳、こうやって髪の毛からこうやって耳が出るのが可愛い、めっちゃ耳さ、出さないと横幅が出るんだって、私こんなんだけど、平ら、耳さこうなってんだよ、うん、頭の形よりでかいからさ、まあ、当たり前か、可愛い、立ち耳になりたい、めっちゃ立ち耳なんだこれが、へえ、初めて知ったね。最近さ、めっちゃなんか好きな曲が、うん、なんか意外と聞いてみたら、あ、意外とって 全然意外じゃないんだけど、あ、ごめんなさい。なんかエブリデイカチューシャがめっちゃ好き最近。いいしね。ん？一番最初にやってエブリデイカチューシャ。え、カチューシャやりたいの。ね、やりたいやりたいやりたい。ツアーでやりたい。やりたい。でも夏だからいいんじゃない？カチューシャ初めてセンターでできた曲。夏だからいいんじゃない？大丈夫、やりたいやりたいやりたい。でもさ、16人じゃなくて18人番じゃない？全部曲、全曲やったことあるやつも16人じゃない。じゃあもうセンターでカチューシャできないかもしれないんだ。気持ちが言えないままの音が過ぎた。サノセトリネって知りませんよ、私たちだって。サノセトリネ、マジで何も知らない、まだ分からない。本当にサノセトリネもまずファンミの、ね、やることも知らないから、私たち何も聞いちゃダメだよマジで。え、なんか結局夏曲はカチューシャがいい、好きだな。ポニシも好き、ポニシのイントロでマジ分ける。カチューシャが一番いい。カチューシャやりたいな。でもサヨクロもめっちゃさ怒られながらやったから、もう一回やりたい。真夏のサンズグッドも好きだけど難しい。やったことない。でもめっちゃむずいって見に行ってる。めっちゃ難しい、もう難しい。ちょっと遠慮かな。めっちゃファンミ、ファンミの前にファンミでやったんですけど、いつ終わるのこれ。ドボンでみずみず染みてる。ファンミでやった時にドボンやんないとね、明日ドボンするんだよ。なるさんってゆうりさんにギリギリまで教えてもらって、なんとかできた曲なんですよ、真夏のサンズグッド。私、ん、今私って言ってた、あ、言ってないか。なるさんとゆうりさんでしょ。ねえ、何時までするの？だからちょうどさ、ね、え、もう一生やりたい。ねえねえ、もうダメダメ、そんなこと言ってたら寝れなくなっちゃう。あのツアー中の夏だからさ、帰ろうかな。夏曲いっぱいやりたい。でも目が通らない、通せないとゆきさん帰れない。でもゆき、夏曲ね、あれやりたい、ドリアン少年がどうしてもやりたすぎる。 NMB 楽しいよ。じゃあ大阪、ドリアン少年とイビサガールやりたかった。ね、イビサガールやりたいし、でも今マックス時が嬉しかったか、僕らのユリイカもやりたい。さっき夜ご飯食べた。やっぱりさ、あの夏の防波堤ってめっちゃ
いい曲だよね。うん。マジでカップリングがあったら、カップリングリクエストがあったら防波堤で1位取りたい。いいね、マジで夢。ミュージックビデオ楽しみにしててください。マジであったら絶対1位取りたいので、皆さんもう防波堤だけに入れてください。MV 再生回数とかだったら毎日100回見るんだよ、それ。MV の時に撮った写真がさ、めっちゃいいから早く載せたいんだよね。ねえねえ、振り。まだダメだよ、載せちゃう。載せないよ、まだびっくりした。彼はエメラルドとごめんねサマーと夏休み振り楽だよなんて。なんで知ってんのみんな。完璧ってこと？みんなが教えてくれるの？振り楽なの教えてくれてる。ありがたいね。でもパレはエメラルドをやりたい。え、マジで。やりたい。あと愛してラブルが好き。でもう50分だって。じゃあ21時までにしよう。21時に終わろうね。で21時になったら21時半まで。絶対やだよ。あ、じゃあ21時20分にしよう。うん、絶対やだ。みんなも聞いてるの疲れちゃうよね、多分。疲れちゃうよ。他のこと、あの携帯1台の人は多分他のことしたいんじゃない。そうそうね。そばかすのキスは楽しいよ。でもそばかすのキスめっちゃ好きなんだけど。やりたい、やりたい。1回しかやってない。あと夏曲リクアワでちゃんと衣装着てそばかすのキスできたの嬉しかった。なんかさ、え、そっか、本家の衣装、うん、本家の衣装いいよね。ね、嬉しい。え、マジであれ着替えれるか分かんなかったの。マジであの間に合わないと思ってた。コンサートの早着替えにめっちゃ苦手見よ。あのコンサートの早着替え私だけなんか前にあったから、ずっとがあったから、なんか一人だけちゃんと着替えれて、なんか止まってなかったんだよね。あ、ここら辺止まってなかった。B さん、あ、いいね。B さんは HKT さんのやつです。矢吹奈子さんのやつ。え、不器用太陽やりたい、大好き。よし、やりできた。あ、 B さんはなぜなくなるのか。あと泳げる。何が？泳げる。水泳はそんな泳げない。てか泳ぐ。言い方で不器用太陽。え、めっちゃいいじゃん。トラソニックさん、ありがとうございます。歌わないよ。浴衣で不器用太陽だってやりたい。浴衣着たいよね。浴衣で撮影。なんか夏フェスとかで浴衣着たいな。夏フェスで着るの？暑くない？外だよ。外の。だから、マジで地獄よそれ。え、でも先輩やってたよ。前のめり、前のめり難しい。素敵だった。前のめりは大西さんの卒業公演で前のめりやった人全員難しいって言ってるから怖いかも。前のめり好きだけど。でもホテちゃんもやりたいって言ってた。好きだし。前のめり、難しい。なんか好きな曲って難しい。ビア音楽堂みたいな。グリーンフラッシュやりたい。え、てかみーベイビーベイビーベイビーをやりたいの。え、わかる。あシャムネコやりたい。ずっと言ってるね、さっきから。好き好き好きもやりたい。ワルキーやりたい。あとヘタッピーウインクやりたい。あのちょ、あ、でもそっか、愛のストリッパーもやりたい。カラコンウインクの期間終わっちゃうからヘタッピーウインクやり、あのそ急にそれにちなんでやりたかったけど終わっちゃうよ、ね、あ、そういうこと。ヘタッピーウインクね。またまた。あ、12秒やりたいですね、HKT。 12秒いい。福岡でやりたい。いい曲。12秒やりたい。てか HKT さんの曲マジで好きなのもいいから。ね、幽霊ね。自分で許さないでよ、幽霊のに。ゆきたち天才だって。え？なんで？いい曲。でしょ。おもろい。やっぱりユニットが気になる、自分の。ね、確かにユニットも知らないよね。でも今回さ、聞かれてないじゃん、何やりたいですかと。本当にね、関わってない。今回マジでなんか自分たちで決められないらしいので、だからどうなってるのか分かんないね。何になるかな、なんか分かんない。まあどうなっても、でもソロ、ソロとかあんまなさそう、うん、人数が多いから。うん、多分ない。尺的になさそう。あ、波乗りかき氷大好き。やりたい。スイカベイビーも好き。いいね。いいですよ。夏曲でいいよね。夏曲大好き。夏曲できそうじゃない、たくさん。わかんないけど、ね、これでしなかったらどうしよう。え、絶対するでしょ。最高回いいね。盛り上がる曲やりたい、ね、ウィンブルドンやりたい。でも
年齢層もうちょっとして言うな言うな言うな、うん、年少組がやるだからユキたちでめっちゃ可愛い曲やろうよ急にねやろういいじゃん急に一番可愛い衣装着ちゃう天使の尻尾やるあやったやんやったよもうやったやんダメじゃん天使の尻尾やっちゃおっかなセンターでねピンクの衣装とか着ちゃって、まあ、ピンクで何がいいんだろうユニットでしょでも選べないもんこんな言っても3人でやるなら何この3人で、うん、むずいむずいねでもさ、オオカミオオカミとブレンドやりたい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 絶対やってそうなののんちゃんとコッコなんだよやりたいやりたいやらせて17期のさ17期の単独コンサートの時さ最初この3人でジッパーやろうって言ってたよねやってた結局違うゆきさんが嫌だって言うからやらなやだでもオオカミとブレンドやりたいって言ったのにマネージャーさんにネタ枠になるからやめてって言われたなんかオオカミとブレンドそうだよ年上がやるとネタ枠になるノンココがやったらなんかいい感じじゃないミエもやりたいミエもだってまだ20歳人生かけない時は、うん、おもろい隣のママユイチに隣のママならキレッキレで踊ってほしいかもちょっとおもろいなジッパーはちょっとまだ早いかも、ねうん、まだ21歳だからちょっとごめんなさいまだ21歳なんでごめんなさいだって3人ならフィンランドミラクルええー、何なんだろう、もう一回キャンディーやりたいな、キャンディーやりたいキャンディーの歌い出しキャンディーもずっとやり続けたいなんだろうねあとごめんなさいあのジッパーはまだ早いです誘惑のガーターは私椅子に乗って踊れないので無理です高所恐怖症なのでじゃあれも無理じゃん A 公演の時めっちゃ怖かったのあれなんだっけ忘れちゃったどうするしたキャンディーいいねうんとねシーズゴンうん今歌詞しか出てきた2番の歌詞が出てきたシーズゴン絶対転びそうなんだけど私絶対事故の理由終わる絶対にシーズゴンやりたいなでも絶対ウィンクの銃弾やりたいなウィンクの銃弾あーいいね A 公演の時ちなみにめっちゃビクビクしながらだからめっちゃ足元こうやって椅子見ながら上がってましたあナターシャ椅子使う系のやつやりたいなんかなるほど椅子はちょっとあの焼きたまちさんもやりたいやりたい言われたさっきもやりたいクルミとナナがもうシーズゴンは危ないとか誰かこけるもしかして、でもシーズゴンめっちゃ好きなんだよ ねめっちゃ好きだけどでもあのゆえりさんとかのを見るのが好きわかるそれはそう自分が雨の動物園ゾウやりたいゾウゾウがいいミユゾウしかやりたくないゾウあの絵なのに一生やりたい曲出てくるねいいゾウの衣装が一番可愛いおもろすぎるあの絵を描いてる本に画像のねゾウやばいなんで水のゾウの絵が今ノンから思い出してきちゃったのすごい思いやすいでしょ夜風もゆきたんがやってたよね衣装着たい全部全衣装制覇したショートケーキやりたいいいねーバードあれやりたいペディキュアでやりたいあれやりたいでもノースリーブスはダメらしいえあれなんかちょっと前やりたいって言ったのじゃなくて二人のやつ二人のやつあのあれんよきねんさんのやつんでもでもんコンサートでやってたコンサートあの前座でやってたあのあいちゃんとかよきねんさんの、うん、なんだっけ前座でやってた曲ってなんだっけなんだっけなんだっけ忘れちゃったロマンスかくれんぼが今じゃんその前なんだっけ18期がやってたハート型違うハートの独占権ああやりたいやってたねハートの独占権でも9時になっちゃう9時20分やだ半半半だってあとオープニングだけだよオープニングだよもうできたみよオープニングやった中盤ってなんだっけ初恋ドア抱きしめちゃいけない抱きしめちゃいけないやばすぎるサビがやばいなんか止まっちゃった充電なくてこの配信楽しいって嬉しいみんながいれば楽しいよねやっぱりみんなが見てくれてるからだよアイスが食べたくなるここが暑すぎて暑い暑いからやめようもうなんでそうやってすぐやめようとするの違うよだって最初に何時にも8時半まで言ってたの誰だよ誰かミユ知らないミユだよ絶対に入れなくなっちゃうこんばんは
や帰りたいんじゃないよ。君に会うたび恋する。終わったらえ、わかる。君に会うたび恋するいいよね。みゆもさやりたくてさ公園に入ってくるでしかった。え、あれがやりたい。んスコールの間にやりたい。あーやりたい。期待したいだったのに。やりたい。ちょっと一回ゆきたち瀬取り決めてさ。え、やりたいよね。投票もう一回単独コンサートやりたいからさ、意見、ね、盛り上げをよろしくお願いします。投票しよう。やりたいね昇格コンサート、ごめんなさい自信ぐらいでかかった、ジュース飲みたくなってきた。錬金やりたいよね。わかる。錬金やりたい。シアターの女神もやりたいんです、ね、シアターの女神やりたい。シアターの女神やりたい、ね、あれもやりたい。緑のアルバムのやつ。そんだっけ。逆上がり緑のリセット。あれ違う。なんだっけ脳内パラダイス。うん、あでもそれはやりたい曲一曲。え待って一曲かい。パワーが来た。ありがとうございます。マカロニ鉄のもやりたい。泣きながら あと16シンパシーももう一回やりたい。あと逆上がり声ももう一回やりたい。泣きながら微笑んでやりたい、はい、何がいいんだろうね。もうコンサートの瀬戸り見たらどうなるんだろうね。こちらえってなるのか。どうなるのかってなるのかさ。ジュンさんありがとう。瀬戸り気になりすぎて寝れない。じゃあ寝てさ。ちょっと寝てほしいかも。でもさいつ言われるかもわかんないじゃん。えでもそろそろ練習しないとやばい。6月だっけ初日。うん4月の終わり。まだ大丈夫か。でガラスの間にもいっぱいいろんなことが入ってきそうなんで。ガラスの間もやりたいね。別に5月そんな暇じゃなさそうなんだよね。だから何時までするの結局。9時半。え時が止まった今。シャム猫やりたい。ファンミがあるんだよその前に。シャム猫やりたい。ずっと言ってる。猫言ってるね。猫アレルギーもやりたい。猫アレルギー。えどうしよう。何時までやるの。2時半って言ったじゃん。え長くない。長くないよね別に、うん、だって今30分あっという間。考えて9時半から始めたら。いや10時半ぐらいに帰りたい。本当に帰れる。30分ってみーもだってもうあと踊るだけだもん。オープニングやったもんもうみー。そうだった。うちらがダメなの。ゆともやったもんみー。じゃあまあ家でやれば。いや家でやったらここに来た意味ないじゃん。今日だからもう来たじゃん。やったんだよ。やってないよまだ。中盤やって。じゃあでも動画でさ、まあ、さ動画で確認してさ。でも明日の朝もあるし。今ここで踊ろう。だって明日の朝も2時間あるんだよ。やだよとか言ってみんな見てるんだからだ。そういう話い、ね、真剣に話してるんだから。ダメだよみんなに。オープニングをやるんだって。私はオープニング難しいよね。うん、ちょっとリアルな話。じゃあ9時半ね。うん、9時半になったらみんなの配信勝手に切るからね私が。伸ばそうとしたら切るからね私が。ごめんけど。よし、でもじゃあ9時半からもうすぐ始める。もう踊る。通す。もう通そう。やだよ。通すよ。じゃあ一人でやる。ここでアンコールは完璧。私は先に行くよ。なんどこに。えレッスン中に。あそういうこと。そうだ。アンコールは完璧、ね、中盤とアンコールはやったのも、うん、ちょっとユニットが結構危ないから、ね、できるかな。アンコール話しながら、マネージャーさんと話しながら。マネージャーさんと結構大事な話してたね。大事な話しながら。やばい、ジュース飲みたい。大丈夫かな。ジュース飲みたいけどって感じですね。確かにカラオケ一曲じゃあ歌おうよ。うん、何歌うの。目盛り上げるよ。え歌う。2本しかマイクないもん。何を。じゃあ順番で何歌う何が聞きたいですか。皆さんじゃあ桜のソング。えちょっと桜のソングじゃなくていいかな。ソーロング。いや、はい、ソーロングしよう。ソーロングいいじゃん。あじゃあギブミーファイブとかいいじゃん。あいいよ。あの BGM 上げて。ギブミー左上。あでかかったわ。平気だった。こんなでかいんだっけ。カラオケ全然行ったことない。なんでカラオケ行かないの。行かない。陰キャだから。え陰キャとかじゃなくない。カラオケは行かない。手で数えるくらいしか行ったことない。カラオケはよく行ってたわ。高校生の頃とかめっちゃ行ってた。この前初めて夏帰省した時初めてボウリング行った。桜の木になろう。桜の木になろう。桜の木になろう。いいよ。大好き大好き大好き。こんなテンションなの急に。桜の木になろう歌うの。ソーロングもソーロングと桜の木になろうは。あとグリーンフラッシュいいよね。曲調似てるな。ベターも好きだよ。みゆベター。じゃあ2人が歌ってるの聞こうかな。私はじゃあゆきたんはソロでよかったの幸せだよ。急に急に
桜なのに中年桜もいいね。全国祭典なの、分析祭典。あ、分析だね全国祭典はちょっと戦うことになっちゃう。そうなんだ。なんかあのね、ランキングがあるのよね。許した。うらそんなのね本当にちゃんとしたね。うるさい、うるさい、だってどんどん私があの鏡の面積増えてるもん。なんかさっきから押されてるほぼ鏡。ああ危ない、めっちゃ映っちゃう気まずい。おもろほんとにねえねえ、あのさ、トッポのガチャガチャしたいんだけど、どこにあるよ。渋谷どこにもない。トッポのガチャガチャ見つけたら教えてくださいえ、もう売り切れてんのかな。渋谷になかったっけ。わかんない。渋谷の確かね、あの一番こっち側にあった気がする。トッポのガチャガチャ欲しい。何歌う。桜。いいよ、楽しい曲から入ろうよ。イカラムさんならわかる。桜。桜にする。え、あ、やば、絶対ユキのさ、キャミ見えてた。キャミは大丈夫だよ、うん、見せるもんだ急に大丈夫、私あのズボングレー色。どうグレーって言われた。そうだけど、正解だけどね。めっちゃズボングレーだけど。ね、パリの色当てられたみたいなテンションで言うのや。グレー色のズボンって言われて、あ、そこはあの、ね、今めっちゃ焼きそばのこれ見えてなかった今。ちょっとチラ見せして忘れてた。絶対やだ。ダサすぎる。こんばんは。桜のしおりだって受ける。ウケない、ウケない。ちょっと今このテンションではウケるってこと。もう深夜テンションぐらいの勢いしてね。ねえ、何何歌うの。じゃあ桜って調べて、あの歌える曲にしてみようよ。でもさ、このテンションでいきなり桜の木になろう歌ったらさ、面白すぎるよね。ちょっとダメかも、それは。歌える夏曲は。夏曲、急にもう夏だよ、だって。ないかも。もう夏だよね。何が聞きたいの、みんな。確かにみんな聞きたいやつ。意見ちょうだいよ。サクトベ。完璧グーのね。急に？完璧グーのね、あれだよ。フェアリーテールの曲だよ。完璧グーのねさ、小学生の頃さ、勝手に振り。フリーもね、クリコピしてたんだよね。だからねえねえ、エリコってさ、10時までショールームしてると思う？え、ねえ、エリコがショールームの部屋に来てと言ってますって、なんかめっちゃ言われるんだけど。じゃあ行ってみよっかな。一回家じゃ、これでもこのまま行ったらダメですよ、絶対。だって映っちゃうじゃん、いろいろ。映さなきゃいいね。え、何が映っちゃう？ゆきの顔で。本気で言ってる？行けるかな、このまま。じゃあ映さないように、エリコの部屋に移動します。はい、これにも置いてく。いや、置いてくれ。壁に映った。よし、ちょっと。天井まで。あ、ここなの。白壁だよ。ミユのこのマスクは、キュウちゃんが買いました。キュウちゃんのセットを入れました。待って、待って、待って。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。おめでとう。おめでとう。やったー。嬉しい。エリコ。3台でやってるんだ。ありがとうございます。はい、嬉しい。あ、エリコ好きな。エリコ。そう。これユキちゃんで。スミルだね。ユキちゃんで。はい。これがイズミ。エリコに会った。バースデーが。可愛い。エリコピンク着てる。びっくりした。やったー。おもろすぎる。天井配信でございます。ということで。戻んのもう。バイバーイ。バイバイ。おめでとう。おめでとう、若いね。アイフタン。若いんじゃでごめんね。バイバイ。よいしょ。よいしょ。ああ。はい。ただいま。だいたい天井配信になってしまった。よいしょ。ふぅ。何食べる？何食べる？なんか流れるように食べることになってるけど大丈夫そう？何する？全力反抗期だって。終了です。オラ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 。今キジタできるようになりたい。ロロ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 ロ。え、できないの？できないの。ロロロロトロロトロロ。一瞬だけ。で、ボイトレの先生教えた。トロロ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 。暑いね。ね、どうすんの？どうすんの？何歌う？
ていう。何がいいですか。何がいいの。じゃあ歌わなくていいってこと、うん、じゃあそういうことだ終了です。カラオケの予定。トロロ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 ファーストラビット雨の動物園。急に動物じゃん。あの夏の防波堤。防波堤は明日聞くからいいでしょみんなみんな明日聞くからそれまで待ってようよ。セブンティーン、セブンティーンだって懐かしい。懐かしい、もう一回やりたい。セブンティーンやりたい。やりたい。君好きも明日聞くからいいでしょ、うん、明日聞くやつは今聞いたらなんかちょっともったいないじゃんっていう前なし。え、待って、これ食べたっけ。一個食べてたよ記憶ない。生ラムネみたいな感じ。うん、全然グミ。ただのグミか。終了も。懐かしいラッキーセブン。やったよね。ラッキーセブンちゃんいけないもん。明日決めるでしょお茶飲む。なんか難しいのは無理だな。トマありがとう。ちょっと歌いやすいやつかいい。ちょっと一回一瞬の鈴影。鈴影の木の道で君の本命を夢に見ると言ってしまった。僕たちの関係はどうかってしまうのか。僕なりに 何日か考えているのはやや気恥ずかしい結論のようなものと聞きたいらしいです、うんうん、それやりたい普通にね、うん、でも一回18期がやっちゃってるからツアーでも、ね、曲振りしたかったのに。それでは聞いてください。鈴影の木の道ってやりたかった。重力シンパシー確かに良さそう。確かに重力シンパシーさっきやってない。いや、やりすぎてたんだと思う。マイコンサートやってたよ多分。だってさ今回も私たちのリーゼン入ってた。入ってたよ最初。そうだ、何が最初入ってて重力シンパシーでも気づいたら消えてた。そうなの。なんかオープニング重力シンパシーもあって、なんか私がプレイリスト作った時にあったんだよね。ごめんね好きになっちゃってやりたいのよ私。わかる。え、どうする。うんうん、まあ、カラオケしなくてもいいんだよ別に。難しいのばっかりなんだもん。あの人みんながもっと簡単なの言ってくれないと。言わないでください。難しい。応募センターもやったね。懐かしい。懐かしい。ハマってた時ここで歌ってたよねみんな。確かに。なんかショールームしながら歌ってたよセンター行くぞ。引っ越しました。好き。まあ、誰誰誰誰誰。ゆきだよ。ゆきだよ絶対見えない。なんで？絶対ゆきだよなの。今あの2対1。何食わぬ顔で蹴ってたけど、あなたよ絶対。蹴ってない。蹴った？暴れないでとか言われてるよ。大声ダイヤモンド明日聞くでしょ。47の素敵な街へ。急に？北海道。北海道。埼玉。なんだよ、来たの番だよあのコンサートで6回ぐらいみんな聞いてるからやめよ。ドボンで言ったよ。埼玉。そんなん言ったらもうなんもないよ。ふいに、ハートのベクトル、はい、うん、 1% サバカスのキス。じゃあ私はもういいんだって。私は歌わないんだから、ね、なんでそういうこと言うの。いやだから30分も延長してるからだよ2人が。運命のハート型ウイルス3人じゃん。でも2人の歌ありしか分かんない。どういうこと。一番最新の記憶はあの2人の歌あり。うん、うちら2人やん全然。いいんだよ。でファー、ね、制服の花やりたい、ね、あれむずくない。カップリングウィズ、うん、むずい。でもね高い。一回やったけど。17期農家やりたいってめっちゃ言ったよね。 やりたい。なんかいろいろやりたいって言ってるの多くない結構ね。てか多すぎてやりたいって言ったの多すぎて覚えてもらえない忘れられてる。セリフのとこ言いたい。うん、でも12分。もうなんか適当に入れよう。ラブ修行いいよ。でもいっぱいやったけどね。うん、いっぱいやったよ。歯がやりたい。うん、はずっとずっとって何回やった。ミュータッチやったことある。やったことない。やったっ、やったよ。やったわ一回。やったわ。ここがラドスだ。声と懐かしい。あれじゃあのゆきちゃんが。ラブ式はゆきたんの番だろう。カップヌードルしてる時じゃない。カップヌードルフェスしてる時じゃない。多分ね。また充電ない。プライオリティ。はい
は入れた。え、私は歌わないよ。なんでユキタンでしょ。出だしは好きな虫。ユキタンやってるじゃん、いつも。歌える？歌わりみんな違うかな。君だけには。わかんない。歌わりみんな3人しかいないから。あ、でもチュチュチュやったね。懐かしい。やったことない。2回ぐらいやった。チュチュチュいいな。チュチュチュやりたい。あれでやった、何からやったよね。サンリオ。サンリオは懐かしい。ユニットだ、ユニット。人は好きになるって切なく辛いものをね。あの日からあなたに眩しゅぎょう。振りわかんない、これやったことない。え？え？やったよ。やってないよ。やったよ。やってないよ。やったやった。絶対やった。やってない、やってない。17期でやった。17期やった。あれでやった、ファングでやった。え、いなかった。いたいた、いないよ。絶対いた、いた。待って、ゆきラメ修行やってないよね。やったよ。やったよ。やってない、絶対やった。え、マジでなかった。やったやった。え、ゆきラメ修行やったことないよね。え、本当にやったことない。そう、ないないない。え、やってないよね、ゆきラメ修行。絶対やったよね、今。え、本当にやってない。やったよ、やった。ほら、ないよ。やったよ。ほら、いなかったって。いないよ。サラちゃんとユキがいないじゃん。いなかった。いない時だよね。なんかもうこれ聞こえない。何も考えずに歌っちゃった。ぼーっとしてましたね。どうすんの？ジャンプ！
この曲歌う人が他によく歌う曲、めちゃイコラブさんとノイミーさんばっか出てくる。ジャンプ、最近ずっとこれ聴いてる。じゃあミユセンスでいきますね。最近ずっとラストチャンス、ラストチャンス。じゃあちょっと待ってて、歌える曲ない。知ってほしいなんだよな。そうね、あれ高いんだよね AKB。 唇触れずは歌ったらいいね。人気順にする。人気、あんまり人気じゃない、人気順、人気じゃないやつがいい。乃木坂さんって歌っていいの。うん、あんまりイコノイジョイ、あとラストアイドルも平気。それは坂道も平気。いいよ急にやだ、急にだった、あれで単独でやってたじゃん。じゃあ2人でやってて。それかね、青空カフェやりたいな、いつか。歌って彼女になれますか。フルでコンサートでやったよね、お弁当になってた。どうする。まあ、あと10分なのであと1曲ぐらいになるんじゃない。なあ短いどこが短いねん。まだ1曲しか歌ってない。だって1曲だから始めたのは遅いんでしょ。今から始まったじゃん。おかしい。ください、これは無理、忘れちゃった。んえ、なんだっけ。あーやったね、やったけど。ハッシュタグ、ハッシュタグにする。桜の木に、桜の木急にしんみりするやん。もうでも桜の木になる大好きだよね。じゃあ、じゃあ歌おっか。じゃあ歌ってください。はい、間違えた。ゆきも歌える。うん、だって今ショールーム終わらないからメール送れないよ。ねえ、みんまだ今日一応昨日も送れてないから、ね、彼女になれますか。めっちゃ難しかった。一文字よし、6分ある。6分。桜の木なら大好き。あでも一番でいいね。うん、確かに。で一番にしていっぱい歌おう。じゃいっぱい、うん、待って。揺れたって。桜の木になろうって落ちサビがいいよ。揺れてない、揺れた、揺れてない、揺れてない、ね、揺れてない、みんなが画面を見ちゃうでしょ揺れてない、揺れてない。初期微動継続時間、え初期微動継続時間違うよ絶対。えそうだよ、継続時間じゃないよね。初期微動継続時間だよ。何言ってんの。絶対そうだよ。初期微動継続時間って何。初期微動の次ってなんだっけ。え、初期微動継続時間、主要動って何。主要動、主要動、主要動で合ってるっけ。合ってるよ。なんだっけ、主な道になっちゃわない。タイムマシンなんていらない。あら、いい歌。あら、いい歌。初期微動継続時間だっけ。そうだよ、合ってるよ。もう卒業シーズンということで。卒業シーズン終わった終わらせて。卒業シーズン、入学シーズンということで。春色、いいね。空の下を君は一人で歩き始めるんだ。いつか見た夢のように描いてきた長い道。泣いちゃうだって。みんな泣かせて。制服と過ぎた日々を聞きたいって言ってる。
たら、いやもう次の曲やってたら、あと3分ぐらいしかないから。じゃあもう終わろうか。おちさびいい？え、じゃあちょっと早送りしようよ。早送りしていい？できるかな？早送りするよ。そんなできない？できないわこれは。早くできる？右肩？できない？できなかった。楽しい曲ね。ちょっとどうしよう。一番盛り上がる曲って何がいいの？なんだろうね、一番盛り上がる。ビンゴーじゃない。ビンゴはもう公園で歌ってるから違う。私が今月何回やることか。何やる？履歴見よう。でも私ここで歌ったんだよね、この前小島ジョカーニバルとか。歌いたくてここだけ歌った。私ここ歌った。何？この前ここ来て。AKB の曲。法定速度という。48以外知らない。あ、絶対知らない。Give me 5は？もろすぎる。急に？Give me 5。ずっと君のことが好きだから。アップディーの、死ぬアップディーの曲入ってないでしょ絶対に。しかも分かんないし。君に虹。君に歌えるかな。高いんだよね。鈴影。遠距離ポスター。あーあるよ。ここにしようか。なんでそんなここ。自信なさそうなんか、ね。あるよ。熱いな。え、それな？19度ぐらいにしようよ。あ、飛行機雲だって。え、もう遠距離ポスター入れちゃったからもう却下でほか。あとちょうど3分33秒だからちょうどいい。はい、え、でもゆきとみ歌わり一緒なんだよね。遠距離。私遠距離ポスターやったことないもん別に。遠と距離ね、ちゃんと。これ大好き。それな？大好き。振り忘れちゃった。てかこの衣装も着れたのやばくない？私着たことない。ベッドの右の壁、振り忘れた。いつでも君がいる。なんだっけ、なんか次の壁
私は来たことありますよ。ゆきたんや。ゆきにも歌わせてあげてよ。待って、マイク入ってる。じゃあ公開しよ。これ入ってるね。多分入ってる。本当だ。入ってない。いや、多分そこが入ってんじゃない。入ってる入ってる。いや、どこも入んない。もうダメだ。これゆきたが歌ったらいいんだ。いいよ、頑張れ。言えなくなる違う世界に生きてるけど夢に向かう同じ道を走ってる。前髪ここにあります。遠距離とすると高いやつ、ね、聞きたかったみたい、はい、ディオールのコンシーラー、ディオールのコンシーラーは普通の定番のやつ使ってます。色じゃなくて、あ、色ゼロ、ゼロ N とかじゃん。明るい、一番明るいのから2番目のやつ 0.5N じゃん。05、あ、違う、0.5 05。ユキワルキ歌ってよ。いいよ。はい、私はショールームを終わらせないと音痴で帰れなくなっちゃう。音痴でよければいい、読んでて。ん、え、いいの。なになに、え、ショールームランキング読んで。ダメ。なんで？私は本気で。あと15分で配信2時間だって。お、言った。もう私今月別にあの0分じゃないから。この2ヶ月分の配信を今日に詰めて。やめてそれ。やめてそれ。もう一回やってくれもね。じゃあもう一回やります。お願いだから。もう一回やります。ね、約束。うん？オープニングだよ。約束。オープニングもうやろうじゃん。だからやるんだって。どこで約束。読んでいいって。小指を交わしたみんなと。おもろすぎるよ。メール送るよちゃんと。ね、ちょうどいいでしょ。また配信します。あのログインできる頻度で。ん、あ、メール考えるの今時間かかるんだよね。いや、私メールなんて5分で3通ぐらい送れるよ。めっちゃだってちゃんとしたの。送ったちゃんとしてるって。私がちゃんとしてないみたいじゃん、ね、人によるんだよ。ちゃんとしてるわ。何が、え、メールの分量の話。みゆがちゃんと送るってなったら時間がかかる。みゆは文章を考えるのが苦手だから。私は人生効率的に生きていきたいので。人によるんです。じゃあ読んじゃおう。マジ長い時30分ぐらいかかる。てかなんならあのちゃんと1日経ってちゃんと気持ちを整理してから書きたい。だから感想のメールとかだとマジで次の人に送りたい。自己紹介は15分で終わるね。15分で書くこと思いつく。ちゃんとしてるらしい私。よし。明日は誰も6通なんて言ってないからね。5月、え、今月か、今月ちょっと、うん、よし、怒らないで、怒ってないよ、どっちも。みーは今怒ってないよ。急に怒った人たちになってる。これが通常運転なんです。怒ってない。誰も怒ってないよ。これが通常運転なんですけど、これが通常です。怒ったらね、もっとひどい。自分で言う、それ。自分で言っちゃダメしよう。ちなみに今何時？
9時半、うん、9時33分もう読んじゃおう、うん、読んで退出しよう。よし読みます。13位、はるやさんありがとうございます。戻るか。12位ひろきさんありがとうございます。10位、かずやとまくはちまきの人さんありがとうございます。帰ります。10位ダオスさんありがとうございます。9位紳士な羊さんありがとうございます。あ、じゃあここで重大ニュース話そう。つばさほちんさんありがとうございます。何？引っ越しました。だから忙しくてメールを全然送れなかった、うん、え、初？うん、言ってなかった。え、ねランキング変わっちゃった。ここに、はあ、ごめんね歌ってくれてる引っ越しました。マシュマルらしい、ゆきたんが。え？だからすごいバタバタしてました。まあでも一人しか来ない。あ、じゃあゆきも重大発表します。ん？引っ越しました。うつけ。え、本当ね？本当だよ、ゆき。え？え？知らなかったんだけど。一人暮らし始めました。マジ？じゃあ私ランキング読もう。え、本当に？うん。え、知らないんだけど。ずっとやるやる詐欺かと思ってた。実は、実はね、引っ越す引っ越す詐欺して、だって去年ぐらいから言ってたじゃん。実家じゃないもんね、ずっと最近は。え、そうなの？一人暮らし。そうだよ。ハブにされた。ハブ。始めました。ハブだハブ。え、ゆき全然誰にも言ってないもん。え、そうなの？うん。ランキング読ませてよ。めっちゃ忙しくない？引っ越し。うん。マジでもう本当にメール送れなかった。でもだってさ、あれじゃん。言い訳になる。家事できるの？家事できるの？言い訳になっちゃうけど。めっちゃ昨日もそうだったの。で、私は6、あの8位じゅんさん、7位おーちゃんさん、6位うまっちょさん、ありがとう、5位ドラちゃん、ありがとう、4位たけしさん、3位しげしげさん、嘘でーす。2位、ね、ーあやちゃん。え、本当に嘘なの？嘘。1位、ね、ゆきたーさん、ありがとうございます。こいつらもう後で食べてやる食べられるらしいっす。こいつらありがとうございました。嘘だよん。まあ、引っ越したいのは事実だね。去年から引っ越したいって言ってるじゃん。引っ越したくない。引っ越したくないよ。引っ越したいって言ってるじゃん。言ってるよ。で、まあ、でも無理だと思う。ゆきは引っ越した。引っ越したら暮らせなくなっちゃう。ゆきはひどいことだ。はい、以上ですね。終わろう。私終わっていい？終わっちゃうよもう。私もうジュース飲む。ジュース飲んで練習してから帰る。ゆきたん嘘つくのうまいよね多分。え、いい。多分いろんな人騙してきた。みんな騙されないようにした方がいい。今ずっとニヤニヤしてたのに気づかなかった。みんな気をつけて。本当に違う、騙されやすいだけ。ユキもね、すぐ嘘ついちゃうから。バイバーイ、ありがとうございました。気をつけてね、みんな。またね嘘ついてない。嘘ついてないんだけどよし、終わっちゃった。引っ越してません。ミユは嘘だと思う？本当なの？ミユこそ嘘じゃない？もしかして。どうでしょうか。よし。でもみゆ人狼得意だよ。人狼はやらないからな。私人狼得意。嘘つくの得意だから。え、スマホめっちゃ熱いんだけど。これで練習してる場合じゃない絶対。女の嘘はアクセサリーみたいなもの。かっけー。待って待って、どんだけ騙されてきたのその人。かっけーぜ。女性じゃなかったら騙されてきた。女性騙されてきた。心配なんだけど普通に。意見の人狼2年くらい経ってる？もしかして推しの嘘は経ってる？推しの嘘は許すのが大人だ。どうなってるんですかね。わかんない。じゃあ私行く。じゃあ、え、待って待って、うん、だから本気で行くんだって。私ちょっと待って。じゃあ私はこんなにあの、ね、じゃあミユが行った時にもうできるようにしてて。うん、やだ絶対。じゃあ待って、ミユも終わりにするミユはやってていいよ全然。いや45分に終わるよ。じゃあ全然45分に終わんない。25分で、そしたら10時から120分ぐらいかけようとするぐらいで。じゃあミユも終わりにします。いやできるよ。できないの。明日までにできるようになるのるかな。喧嘩じゃない。おもろ。できるよ。みんなよりやってないんです私。できるできる。いや、ね、出てこっちから。あの喧嘩してておもろい。みんなよりやってない。めっちゃぶつけちゃったこれ。ゆきたん。バイバイ。すぐ行く。あ、すぐ行くの？うん。ちょっとエリコンチ。エリコンチじゃない。あ？エリコンチ。ちょっと。ダメ。これ映したらダメ。なんかいつもさ、足開いてる。開いてないよ違うの、みはまくりたいの。まくったら落ち着くの。熱いからね、うん、ランキングどこに出てくる。これ、え、これどっち？ライブ？ん？ライブでいいよ
何なんか抜けない下からなんか伸びてるじゃあランキング読みます、ね、伸びてる13位から13位オレンジさんありがとうございます。12位シュウエモンさんありがとうございます。11位タケさんありがとうございます。ユキも行っちゃうならミエも行く。10位モッチーさんありがとうございます。9位ゴーゴーさんありがとうございます。8位サバの味噌煮缶48さんありがとうございます。7位スタニーさんありがとうございます。6位ご飯粒さんありがとうございます。5位ジュンさんありがとうございます。4位小釜菜さんありがとうございます。エリコが言ったら意味ないじゃんね。だんだんね。ゆたかさんありがとうございます。2位伊沢さんありがとうございます。1位ナーラブさんありがとうございます。イエーイ。読むかみゆも。じゃあ40分になったら読もう。楽しかったですか。こんな自由な配信でした。嬉しい。楽しかった。やったー、ありがとう楽しかったって嬉しい。じゃあまた配信します。5月になったらちゃんともう一回やって約束したでしょ。ちょっとさーだって忙しいね今月はね今月はちょっと大変かもしれない。みゆもでもできたらします。みゆもする。ちゃんとじゃあライブランキング見ます。駅まで行かないで。なんで。15位キラキラボイスさんありがとうございます。14位トモさんありがとうございます。13位クリンピーさんありがとうございます。12位みずみんのゆうきさんありがとうございます。本当に引っ越してないです。11位アニーちゃんありがとうございます。10位ウルちゃんありがとうございます。9位アッキーさんありがとうございます。8位ハヤトさんありがとうございます。7位ブルーさんありがとうございます。アズちゃんとのツーショット結構載せてますよ。6位パンチャさんありがとうございます。5位アンさんありがとうございます。4位シテユさんありがとうございます。3位ジュンさんありがとうございます。じゃあ2位淡路の黒ひょうさんありがとうございます。1位は韓国ファミかありがとうございました。横浜握手会で会いましょう。では私も終わりにします。あー2時間行けなかった。1万人ありがとうございます。練習していきます。頑張ります。ね、ひどい一人暮らしできますよ。ててね、ちゃんと私もせーの。じゃあまたね。バイバーイ。何これ。パート。こっちあっち向いてほい。バイバーイ。切ります。ありがとうございました。今度またじっくり感想配信もします。今からメール考えます。バイバイ。切ります。